2014年のボートレース。スタート点近く、ピトニー郷2002年のボートレースザ・ボートレースは、オックスフォード大学ボートクラブとケンブリッジ大学ボートクラブが、毎年4月に、イングランドロンドンのテムズ川で行うエートによる、対抗レガッタ定期船内市競争大会。第1回は1829年、テムズ川の上流にある、 小さな田舎町ヘンリーオンテムズで実施され、優勝はオックスフォード大学だった。第2回は1836年にテムズ川下流のウェストミンスターからパトニーまでに場所を移して開催された。1839年以降、毎年開催されるようになり、1845年には現在と同じ水域になった。第1次。 第二次世界大戦中は中断されたが、ロンドンの春の風物詩として定着し、テレビでも何百万以上の視聴者が見守っている。1987年には、オックスフォード大学のチーム内で悪名高い葬儀が発生。同年に入学したばかりの小切手の5人の米国人、大学院生が、指導方法や選手の選抜基準などをめぐって、 同大のコーチと激しく対立し、レース5週間前になってこの大会への参加を、ボイコットした。変わって、控え選手が出場したオックスフォード大学は、それでも同年のレースに勝利。2012年のレース中、男が川に侵入。審判であるマシュー・ピンセントが気がつき、レースは中断され、その後ケンブリッジが勝者と判定された。 オーストラリアの名門校出身のこの男は、エリート主義に反対する、活動家のトレントン・オールドフィールドで、エリート趣味の象徴でもある、ボートレースを阻止する目的で侵入した。2020年は、新型コロナの影響で中止。2008年からは企業に、大会の命名権を売却。現在は、岩木滅の事前団体の名をレースに関している。 2013年以降スポンサーであったバンクオブニューヨークメロンが2016年に命名権を同団体に寄付したためであるコースはワンズワースクパッドニーから西へ上流のリッチモンドアポンテムズクモートレークまでの全長4マイル374ヤードで争われる両艇は S 字を描くテムズ川を西へ遡上しゴールを目指す有利とされる ミドルセックスか、サリー側のレーンは、スタート前、コイントスで決することがある。2021年現在、ありがとうございます。